スカルとクエストとボーリックの RS チャンネル。皆さんこんにちは。本日も受注ありがとうございます。クエストです。プロスペースやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、まあちょっとイベントをね走ってるということで、まあちょろちょろと、その模様をお伝えしてるかと思うんですけど、まあ、今日はその話はちょっとまあ半分ぐらいかな。で、まあ、新しくね、ガチャが今日追加されまして、ちょっとそちらの方をね、回していきたいというふうに思っております。はい、というわけでね、こちらの、自チーム確定スカウトと、A ランク以上確定スカウト、まあ、こちらの2種類が、来ましたね。まあ、結構ちょろちょろと来てるんでね、まあ、まあ、皆さんよく知ったガチャになってると思うんですけど、まあ、今回も、僕は A ランク以上確定スカウト、こちらの方をまあ5回、聞いていきたいと思っております。でね、まあ、自チームは、まあ、最近ちょろちょろ変わってたんですけどね、今回は、オリックスで引こうと思ってます。というのも、まあ、ちょっとねイベントで自チームの金子千尋投手狙ってるのに自チーム変え忘れてね、あの別の選手が出てきたとかっていうのはちょっと悲しすぎるんで、こういうところから、まあ気をつけてやっていきたいと思います。まあ、吉田選手とかね、あと山岡両投手、こちらの方も、引けたら、まあ、新しくね称号をつけられるんで、まあ、ちょっとそちらの方を意識しながら、こちらの方回していきたいと思います。それではね早速1回目回していきたいと思います。お願いします。満月出てますね。いきます。前回かなの時に、吉田正尚選手の S ランク、引くことができたんでね、まあ、ちょっと個人的にまあ相性はいい方かなと勝手に思って引いてるんですけれども、今回は最初は飛ばずでしたね。はい、梅野選手ありがとうございます。はい、そしたら2回目引いていきたいと思います。まあ、あとね、あのイベントボーナスもねついてるんですけど、まあ、今のところ、ボーナス選手は困ってないというか、まあ、S ランクが出れば話別なんですけどね、まあ、A ランクやと、まあ、ボーナスに影響はないので、まあ、特にそこは意識することなくいつも通り、まあ、このガチャが美味しいんで、引いてるといった感じですね。はい、渡辺選手この間出たばっかりなんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、それではね早くも3回目になりますが引いていきたいと思います。調子くんで都合で金文字。最近ねガチャの演出割と渋々やったんで来いへんかな。はい、まあ、こういうので見れるだけでもまあありがたい話なんですけどね。はい、桜井選手ありがとうございます。はい、続きまして4回目ですね。まあ、やっぱ早いですよねガチャの消化が。5回だけなんでね。特に喋ることもねもういい加減なくなってきたんですけど、はい、一応ずっと白号待ちはしてるんですけどね、出ず。はい、比嘉投手また出たS 欲しいんですけどね比嘉投手。はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、自チーム確定の5回目の方を引いていきたいと思います。ちょっと1個前にね比嘉投手出たんで、もう1回来ないことだけをね今祈ってます。まあ、比嘉投手でもね S ランクで出てきてくれれば全然話違うんですけど、そういうわけにもいかなそうですね。はい、というわけでこのラインナップついこの間見たな、デジャブ感がすごいですね。ディクソン投手はこれで多分 A8 枚目ですね。はい、ありがとうございます。今現状ですね、あのプロスピオンエンダーの僕の今の現状が、このような形になっております。正直そんなに思ってたより落ちなかったなっていうのが
正直な感想ですね。もうちょっとね、そんなにずっと動かしてたわけでもないんで、昨日は確か2億2000ぐらいまで上げて寝たと思うんですけど、まあ、そこからちょっとね足して2000万ぐらいかな、その時から考えると足したぐらいで、まあ、これだけのランキングをキープできてるので、まあ、ちょっと様子を見ながら走っていくのが一番ベターなのかな。まあ、ただ一応ね、昨日言ってた通り、まあ、最低3000万ぐらいは、まあ、走って、まあ、確実に取りこぼしなくというつもりでやっております。ちょっとここまで来るとね、7000以内入って、できれば、自チーム A もね獲得して、まあ金子千尋投手か、まあちょっと余裕ができたら、まあ追加増選手かね、まあちょっと迷ってるところなんですけど、まあ、基本的にはまあ金子投手を極めにするつもりで、やっていきたいというふうに思っております。はい、というわけで A ランク以上確定ガチャ、今回引いていったんですけれども、まあ今回はちょっと S ランクですという形にはなりました。でまあ正直限界突破たちまちできる選手も一人も引けてないという状態ですね。うん、まあ、ただね、まあ、それはそれで、特訓のね、素材に、使っていけるので、まあ、このまま、イベントもね走ってるということなんで、まあ、このイベントでね育成しながら、まあ、ちょっとでも A ランクを育てていきたいなというふうに思っております。というわけで、今回の動画は以上になります。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。